おパントはゲートウェイなどの組み込みシステム用ファームウェアとして開発されている Linux Distribution である。製造業者が自社製品に載せていたファームウェアのソースコードを GNU Zen Error Public License に基づいて公開していたため、これを利用して様々な機能を追加する形で開発された。ただし、現在は改変が進んでいるため、 全体的に新しいソースコードに置き換えられている。当初は一部の機能がプロプライエタリソフトウェアを必要としていた。Linux 2.6 25と B43 カーネルモジュールを使った o p a n t 8.09が登場する以前はブロードコム製無線ランルーターにはプロプライエタリな WL-O モジュールが必須であり、それは Linux 2.4上でしか使えなかった。なお、B43 モジュールは、オパント8.09。1で Mac8211 ドライバが削除されたため、使えなくなっている。当初は、リンクシスの WRT54G シリーズのみを対象としていたが、ネットギア、D-Link、Asus などのルーター、オペンモコ搭載携帯電話などにも対象を拡大していった。 オパン t を実際によく使っているのは WRT54G シリーズと ASUSWL-500g である。オパン t の操作は主にキャラクターユーザーインターフェースによって行うがウェブベースの GUI も用意されている。技術サポートは公式サイト上のフォーラムと ARC で提供している。オパントは書き込み可能な JFFS2 ファイルシステムの形でインストールされ一服具による パッケージ管理が可能である。このため、OPANT は、汎用性があり、様々な要求に対応可能である。また、メッシュネットワークの構築が可能である。8.09より、前の OPANT には、最小限の Web インターフェースしかなかった。8.09では、より高機能なウェブインターフェースがプリインストールされる。これにはルーアで書かれた、MVC フレームワークであるルシーが使われている。 XWRT プロジェクトでは従来バージョンの o p ン n t にも適用可能な別のウェブインターフェースウェブフニを提供している。これには40以上の制御、ステータスページがある。スフェジョフトは無線ランルーター用ファームウェアを販売する企業である。2006年3月11日、o p ン n t はスフェジョフトが GPL 違反を犯している都市、それに含まれている。 オパントに由来するソフトウェアの販布を禁止するとした。これに対してスフェジョフトは、オパントがスフェジョフトとブロードコムが著作権を所有するソフトウェアを許可なく不正に GPL 化したと反論している。従って、互いに相手の主張を否定している状況にある。ありがとうございます。